校はとあるホテル。姫ちゃんと王くんと若葉ちゃんとパパは閉じ込められてしまいました。今回は新しいキャラが登場します。可愛いキャラかな、それとも怖いキャラかな。それでは始まり始まり、栗姫が始まるよ。最後まで見てね。お腹減った。ゆうちゃん、え、わかちゃん、え、ちょっと、みんな起きて、どうした、ね、起きて、みんな起きて、おく、ゆうちゃん、わかちゃん、大丈夫か、これどこ、大丈夫か、大丈夫、あ、よかった、今、狭い、みんな大丈夫、これ、ここどこ、なんでお風呂に入ってる、これどこ、これ、なんだここ、めっちゃ広いんだけど、なんだこれ、ビルが見えるぞ、皆さん、どうしたらいいよ。今日はみんなを閉じ込めてやったよ。脱出したければ用意してあるスイーツを全部食べないと脱出できないよ。減ったよね。うん、確かにちょっと、ちょっとよく見て、顔かわいいのか怖いのか、え、なんか歯にチーチーってない、よく見ると、夢これ、なんか耳4つある耳が、耳4つある、お腹減ってたらどういうこと、用意してるからそちらに行って食べなさい。なんか食べさせてもらえるんですか、スイーツを用意して、え、スイーツ、マジか、や、優しいんじゃない、や、優しいんじゃない、うん、ねえ、ひゃ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 ってなんか笑い方独特だったね、ミッキークロムマス、この人のこと信用していいのかな、最後大丈夫？え、これじゃない、これ？え、何それ何それ何それ、まずはこのスイーツを食べなさい。お、これあれじゃん、あの、いちごが入ってるの、いちごサンド、これうまいやつやん、ちょっと待って、ちょっと待って、これなんか、毒とか入ってるじゃん、入ってるかも、あ、ちょっと待って、何？え、毒、毒入ってますか、なんて言った、毒、何もそんなこと入ってないよ、中身を見てみます、誰かと早く食べなよ、何も入ってない、待って、狙ってみて、分かんないよ、でもなんか混ぜてるかもしれない、ね、混ぜてるかもしれないね、もうお腹ペコペコから食べる、え、ちょっと待って、ちょっと毒とか入って、え、やばいんじゃない、大丈夫、んちょっとホーク、急に食べちゃダメじゃん、ねえ、入ってたらどうすんの、おいしい、え、おいしいの、よし、ちょっとそろそろ、なんか本格的に食べ出したぞ、え、大丈夫ですかこれ食べても、大丈夫だよ、早くみんなも食べなよ、じゃ本当に大丈夫なの、これ食べたらどうなるんですか、次の部屋に進むことができるよ、え、次の部屋、え、あ、ここは部屋あるじゃん、これ、あれ、開かない、だから、はい、食べないと脱出できないって言っただろ、はい、早く食べなよ、はい、すごいね、これ鏡が無限にもうみんないるよ、じゃあ食べよう、うん、おーくん美味しいの、うん、大丈夫、わがちゃんもひきみちゃんもじゃあ食べてみて、パパ最後に食べるわ、怪しいじゃん、いただきます、あ、いただきます、食べて、怖いけど、若葉ちゃんも食べてる、もうお腹すいたし、大丈夫若葉ちゃんも、めっちゃ美味しいよ、めっちゃ美味しい、うん、美味しい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 、みん
もう食べちゃった。もうよ。何？おいしいから早く食べろよ。え、なんか言わなかった今。うん。え？でも聞こえなかった。私お腹減ってるけどな。おいでる。え？早く食べな。え？いや、デブって言われましたよ。おいデブ、早く食べな。じゃあ、いただきます。結構口悪いぞ、なんだこいつ。なんだこいつ。こんなこと言ったらやばいんじゃない？え？ごめんなさい。早く食べな、デブ。いただきます。おいしい。一番食べられる。え？え？何ですか？え？どこに何も。なんか一番。いいから、おいしいから早く食べな。はいはいはい、食べます食べます。楽しみ楽しみ。え？なんかおかしいんだけど、めっちゃ美味しい。うん、めちゃくちゃ美味しい。ああ、なんだこいつ。うん。みんな全部食べました。一人まだ食べてない。え、ああ、もう早く早く。早く。なんか、え、次の部屋もなんかあるんですか？もちろんよ。あ、じゃあもう早く食べようもん。うちのが全部美味しいんだよ。完食しました。食べたね、みんな。はい、はい、じゃあ、次もやるよ。え、そこ開くの？え？開くよ。さっき開かなかったんですけど。だって私のお家だもん。当然でしょ。はい、行くよ。え、これついていけばいいのか。ベッドルーム、ベッドルーム。え、よくない？あそこに用意してるよ。え、それも早く食べろ。え、なにこれ、なにこれ。え？何これ？バウムクーヘンじゃん。やった。セブンの。え、美味しそう。空気。あ、入ってる入ってる。空気入ってる。じゃあ何も入ってないところだ。だから全部美味しいって言ってるじゃん。はい。早く食べな。はい。食べます。食べていいですか？もちろん全部食べなよ。これどこよこれ。めっちゃビルが立ってる。え？未来の世界。めっちゃ都会じゃないここ。うん、新たなお家ですか？そうだよ。ちなみに名前何ですか？お腹を空かせたウサビョンだよ。え、名前がお腹を空かせたウサビョン？そうだよ、いつもお腹空いてんだよ。名字がお腹を空かせた。これいる？ね、あげる。名前がウサビョン。これはみんなのために用意したから全部食べな。あ、これ食べないの？いいの？食べな。なんか変わった人だね。けど、うちらお腹減ってるからさ、食べさせていい人かもね。しかも何も入ってなかったし。うん、美味しい美味しい。じゃあ、ね、このチッタルバームクーヘンもいただきます。はい、いただきます。うん、あ、美味しい美味しい。うん、美味しい。これエネルギー290カロリーで書いてあるよ。ほんとだ。さっきもさ、甘いもの食べてさ、やばいじゃないカロリー。甘いものもそんなたくさん食べない。はい、いっか。どんどんカロリー取ってもらわないとね。え、なに？おいしいでしょって言ったの。あ、おいしいです。けど今ね、お腹ペコペコだからね、高カロリーのものね、ちょうどいいかもね。うん、どんどん食べさせなくっちゃ。楽しみ楽しみ。あ、美味なんかさっきからおかしなこと言ってた。うん、うん、やばいんじゃない本当は。けどうちら食べさせてくれてるからいいと思うね。そうかな。うん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 。さあ早く食べないと次の部屋へ移動できないよ。食べました。私行っていいですか？ゲームだけ行くのはダメだ。うん、みんなで行かないとダメだ。へい、最後の一口。
ちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうだい、美味しかっただろ。はい、美味しかったです。ありがとうございます。ほらほら、言ってんじゃん。はい。いい調子、いい調子。じゃあ次の部屋行くよ。え、もうそろそろ脱出。え、脱出。うちの部屋は広いのよ。え、まだまだ用意してあるから。もう次ぐらいでいいですけども。いいかどうかは、私が決めるの。はい、はい。じゃあ行くよ。じゃあ行こう。行こう行こう。次の部屋でどうだ。あっちの奥かな。もう帰りたいね、早く。なんだあいつ。いや、なんでもないですよ。なんか痛かった。いや、なんでもないです、なんでもないです。耳が4つあるから。あ、めっちゃ耳いいんじゃない。よく聞こえるのか。あ、次はここだよ。え、そこ。お、あ、ちょっと待ってよ。こっちもあるし。え、なに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 。この部屋に置いてある。はい。え、なに、何がある。おいしい、おいしい、ケーキだよ。うわ、ケーキじゃん。うん。いや、もうそんな、あの、私たちね、もうお腹いっぱい。さっきまでお腹ベコベコって言ってたじゃん。いや、お腹ベコだけど、結構あの、ね、甘いもの体勢あんまないんです、私たち。おいしいスイーツ用意してるのに、みんな次のお部屋へ行けないよ。脱出したいんでしょ。早く食べないと。帰りたい。帰りたい。何言ってんだよ。さあ、パパ、この先やっちゃおうか。いけるな。もう帰るぜ。帰りたい。何こそこそ言ってんだよ、このデブ。へへ、あ、すいません。すいません。ね、ちょっと、ね。いいっすか。何がいいんだよ。大人の力を見せつけていいっすか。どうしたんだ、このデブは。何やってんだよ、このデブ。何？めっちゃ強いんだけど。全部食べもせずに出ようとするなんて。いえ。このオサピョンに歯向かおうなんて100万円払えよ。早く食べな。めっちゃ強いよ。まだまだ足りない。パパが吹っ飛ばされるなんて。やば。食べればいいだけの話じゃん。お腹空いてたんだろう。はい、食べます。みんなそうだろ。あ、ペコペコだね、みんなね。早く食べなさい、ペコペコ。ケーキさえ食べたらもうあの、次ね、もうないですよ、さすがに。もう早く帰ろう。食べよう、食べよう。もう、ちょっときついけど頑張ってみんな食べるんですよ。めっちゃ強いから。それではいただきます。いただきます。いただきます。味は美味しいのか。あ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。ふわふわして。うちらさ、こんなにいらないって言ってるのにさ、食べないと脱出させないとかさ、さっきからなんかおかしなこと言ってるもんね。うん。なんかもっと太れとかなんか言ってなかった。私もお腹ペコペコとか変なことばっかり言ってるのに、ね、やばいんじゃない。なんかちょっとやばそう、うん、ね、早くもう家に帰った方がいいかな。めっちゃ力強いし、うん、全部食べよう、うん、あ、頑張れ頑張れ。早く帰ろう。もうさすがにさ、この次はないでしょ。そうね。食べろ食べろ。みんな全部食べた。もうパパ全部食べたよ。あと一口。シシで、で、で。あ、ひめちゃんまだ。で、はい、全部食べて全部。ごちそうさまでした。ほら、美味しい。美味しいね。はい、みんなね、こうやってこのようにね、全部いただいてます。はい。はい、次の部屋行くよ。もう帰りたい。え、ちょっと。帰るかどうかは。ウサちゃんが決めるの。もう帰り、もうお腹いっぱい。まだまだ入るだろ、このデブ。もうきつっ。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。ほら、だいつも。もう。次はここだよ。え、何？広いたい焼きを用意してるから早く食べない。もうたい焼き？めっちゃ広い。広っ。だから広いって言ってんじゃん。向こうにもなんかソファーある。おかしいだろ。なんだこいつ。奥の方にも扉。なんだこいつ。なんだこれ。あ、これ食べるの。いや、他にもなんかまさかこの白いたい焼きを食べた後にこっちも食べるってこと。フルーツと和菓子。え、これは食べてからのお楽しみだよ。だから早く食べな。帰りたい。帰りたい。なんだなんだ。結構来てるよね。
これも230カロリーと書いてあるぞ。多分もうケーキとか入れるとさ、800カロリーぐらい食べてない？あともうちょっとだね。何か？もうちょっと食べたら終わり？早く食べな。あ、もう少し食べたらね。これでこれでできるんじゃない？そうか、食べよう。先生、ケーキ忘れないけど。バカだな、カロリーの話なのにね。え、何？美味しいよって言ったんだよ。うん、美味しい。全部美味しいんだけどね。うん、いただきます。うん、これ美味しい。美味しいでしょう。うち、ん、で用意しているスイーツは好評なんだよ。うん、もちもち。今好評なんだよって言ったってことは、うちら以外にもこんな人たちいたんですか？もちろん。え、その人たちはどうなったの？脱出ず。さあどうかな、食べてからのお楽しみだね。うちら以外にも今まで閉じ込められた人がいるってことじゃん。そういうことになるのか。ね、みんな美味しい美味しいって食べてたよ、途中まではね。え、だってお腹ペコペコって言ってたじゃん。もうね、さすがにね、ね、みんなそれがあればいけるんじゃない？アタックね、みんなでやったらいけるんじゃない？ダメ、この出番。ああ、ごめんなさい。で、無理か、めちゃめちゃ力詰まった一人でも全然無理やと思って、ね、美味しいけど、すごいもちろん伸びる伸びる。全部食べました。気持ち悪い。ちょっと待って、うえっうえっうえっ。きっとさ、この白いたい焼き食べたら終わりだって。終わりよ、うん、最後の一口が入らないから。早く頑張れ頑張れ、もう。うえっ、あ、いたいた。よし、食べたね。はい、はい、じゃあ次のお部屋行くよ。次玄関ですか？玄関？え、玄関。うちのお部屋はまだまだあるの。玄関、次に進むよ。まだあるな。おお、脱出しなくていいんだね。いや、脱出したい。したい。はい、帰りたい。脱出しなくていいけども、お家に帰りたい。脱出しなくて、いや、お家に帰りたい。うん、お家に帰りたい。お家に帰りたい。ここも家じゃん。いや、自分。私、違う。ない方。実家。実家。おいしいものこんなにたくさんあるのに、買い出すのに。じゃあ行くよ。実家、実家。お母さんの唐揚げ食べた。パパと一緒に焼き鳥食べた。僕と一緒に焼き鳥食べた。いいわ。何これだ、その動き。さあ行くよ。もう焼けてもしょうがない。次も行っても食べよう。きっと次が最後だ。最後よ、多分。じゃあ次のお部屋行くよ。なんだよ、もう。めっちゃ広いじゃん。じゃーん。え？ヨーグルトを用意したから、はい、全部食べな。え、マジかこれ。ヨーグルトちゃん。ヨーグルトは欠かせないんだよね。マジかよ。欠かせない。なんで？脂肪分がたくさん入ってるから。え、どういうこと？え、早く食べなよ。やばくない？もっともっと太らせないと。え、なんで？いや、ちょっとこ、早く食べなよ、全部。はい、食べます、食べます。はい、足し、足し、足し。はい、そっち行きます。ちょ、めっちゃ怖かった。めっちゃ食べよう。じゃあヨーグルトいただきます。いただきます。いただきます。100キロちょっとカロリーって書いてある。あ、中にゴロッと。あ、本当だ。うん、美味しい。ヨーグルトだったらね、食べやすいよね。またアロエが入ってる。うん、うん、うん、美味しいだろ。うん、美味しいです。フルーツとヨーグルトを食べると、うん、お肉が柔らかくなって美味しいんだよね。
肉が柔らかくなる。え？なんで？どういうこと？これおかしいでしょ、絶対。いい調子、いい調子。これヤバいやつで。ヤバい系？もしかしてあれじゃない？今までこんなに食べさせてきたのは、みんなをブクブクと太らせて、で最後に、これさっき今言ったじゃん、お肉が柔らかくなるって、いつも食べるってことじゃない？そういうことじゃん。注文の多い料理店。本当だ、なんか似てるかもしれない。うわ、いやそうじゃん、本当だ。早く食べないと次のお部屋に行けないよ。あ、ちょっと一つだけ質問いいですか？なに、もしかしてもうそろそろ次の部屋では体になんか塩コショウとか振るんですか？まだ用意してるよ。え、次のお部屋にもスイーツが用意されてるって話。いや、もうお腹やばいぞ。なんかちょっと待って、考えるぞ。隙を見て逃げるしかねえ。逃げ口どこかわかんないし。じゃあとりあえず今回これ食べてしまおう、うん、次の部屋でパパちょっと考えろ、うん、考えてついたことがあるから。あとさ、次の部屋まで行くときどこか出口がないかこっそり。オッケーオッケーオッケー。でもなんかおとりとか作って、うん、いい感じ、うん、誰か一人だけこっそり、うんうん、行って、出口を見つける。こっち行こう、うん、みんな全部食べた？全部食べました。一個食べきりました。よし、食べたみたいだね。はい、じゃあ次の部屋行くよ。次の部屋でちょっとパパ考えがあるから任せろ。パパに任せろ。よし、よしよし。いい調子、いい調子。じゃあ次のお部屋行くよ。はい、あとはパパパに任せろ。任せろ。奥の方に進んで。はい。こっちですか？ほら、チョコレートが1枚ずつ用意されているでしょ。チョコ、チョコ、早く食べる。終わった、チョコレートだ。終わったわ。うわ、ちょっと無理じゃん、もう、もう吐きそう、ちょっと気持ち悪いか、ね、チョコが1枚入るだろう。もうだいぶお腹いっぱいなんで。いや、これまで食べてもらわないと限界です。どんどん太らせなきゃいけないのに。絶対やばいぞ、これうちらの食べる気だ、うん、太らせて食べる気だ。だから今までの人たちもこうやってブク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 太らされて食べられたんだ、うん、絶対そうだ。よし、パパに考えられる。とりあえずみんな食べるふりしよう、うん、あ、任せろ。みんな食べるぞ。そうそう、素直に食べればいいんだよ。仕上げまでもう少しだ。よし、今だ、逃げろ。ガラちょっと、ちょっと、ちょっと、え、パパ、走って行っちゃった。私たちのこと見捨てて逃げたんじゃない、一人で。ひどい。もしかして自分だけおとりになって私たちを先に逃がすってことか。ずっとパパの声が聞こえる。ずっと叫んでる、うん、広いから逃げ回ってるんじゃない、うん、大丈夫かな。あ、パパの声聞こえなくなった。もう脱出できたのか、大丈夫かも。美味しかったよ。キャッ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 どういうこと？今度は甘い時だ。何？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 
正解は